節分の豆まきするんか。する。鬼は外は言うか。え、言わない。なんてよ。え、は、死んだお父さんが、うちの家は福はうちだけでいいって。それは、お主が渡辺の綱の末裔ゆえじゃ。渡辺の綱。マグロ。いや、その綱ちゃうてよ。うん、成長の余地はあるようだ。渡辺の綱は千年前のお侍さんよ。あ、渡辺の名字を持つ者は全員が渡辺の綱の子孫じゃ。今から千年前、わしら妖怪と人間は同じ世界に住んでいた。だが中には悪さをする妖怪もおってな。渡辺の綱はそのような不届き者を成敗する妖怪ハンターじゃった。特に鬼の一族は渡辺の綱に手痛くやられ、渡辺の名を持つ者を忌み嫌っておる。黙っていても寄りつかん。故にお主らは鬼は外をやる必要がない。信じるには時間が必要よね。うん、じゃがわしらには時間がない。渡辺家よ、いや、ハフナキ家の子よ、この国を救ってくれ。頼む。